両陛下は今日都内で開かれた緑の式典に出席されました。式典は5月4日の緑の日について、国民の関心と理解を促進する目的で2007年から始まったものです。陛下は緑を守り、育むために必要な技術や文化について考えていくことも大切なことではないかと思います。などと述べられました。一昨年までは上皇ご夫妻が出席されてきました。 去年は新型コロナウイルスの影響で中止となり両陛下が出席されるのは初めてです。